神尾でございます。今日は馬鹿についてお話をさせていただきます。馬鹿のことを述べようと思いますが、その前にまずは鑑という言葉の語源から探ってみたいと思います。漢とは、漢、騎馬民族の族長の意味であるようです。後世において有名なジンギス・カンとか、フビライ・カンとか、その漢であります。日本書紀あたりでは、漢イコール神という字で表されているようですが、結局は騎馬民族の漢、族長の意味であり、すなわち漢半島の漢はたくさんの漢の国の意味であると考えてよいようです。いかに弥生時代にあって北方の騎馬民族が漢半島になだれ込んで、来ていたのかよくわかるというものです。北方の騎馬民族、すなわち Y 族、パク族、コウクリ族等が幾度にも重なって中国東北部満州から漢半島へとなだれ込んで、来ていたものであったのでありましょう。さて、ここからは馬鹿について述べますが、馬鹿の特徴はというと、馬鹿はその昔中国大陸の越国の人々が紀元前334年中国から逃亡して海を渡ってきて亡命したところみたいです。紀元前334年、越国が隣の祖国に滅ぼされたものですから、越国の人々は中国大陸を逃れて、この漢半島の西側、中央部へと亡命してき、住み着いたようでありました。その越族、もともとは百越とも称され、海洋民であり野蛮種族でありました。中国江南地方で漁労潜水を制御とした種族でした。中国王朝もこのことよく知っていて、前漢の時代、この馬鹿には中国支配の新番軍が置かれ、漁業の盛んな植民地として成長したのでありました。事実この地の民衆の大部分は中国江南の越国の人々が移住してきたものであり、漁労潜水を得意とする人々であったわけです。そのためここの国の人々は
体にシュタンを塗り、赤ふんどしを身につけました。つまりは太陽、水金の害から身を守るべく、体中を赤く塗ったわけです。そのシュタン、赤ふんどしがその後、この国、いわゆる馬鹿のシンボルカラーとなって行きます。馬鹿、後にくだらによって統一されますが、馬鹿の人々は、赤旗、赤衣、赤布らを意識して好み、立っ飛ぶようになって、行くのです。要は後世においてこの馬鹿を統一した百済は赤旗を用いたことは有名ですが、その百済の流れを引くと言われる後世の日本列島の平家もやはりこちらも赤旗を用いたとの説もあるようです。それはともあれ、この馬鹿の状況でありますが、三国志寛伝には、国々は55カ国あると記されています。そのうち大国は1万個を超す人家があり、小国でも数千個の人家があり、総数は55カ国で10万余個であるとされています。人口を一家に5人としても、全体で50万人程度はいたと推定されます。そしてそれぞれの国には首長がおり、上位から順に神智、勇爵などの称号を持っていました。そしてそれらの国々には城郭はないと記録されています。もう少し馬鹿の特徴を述べてみますと、その上で馬鹿の民は朝鮮半島の中で中国化、文明化の程度が最も低く、危険な野蛮人である。馬鹿の人々の風俗は、法規が少なく、国や村には首長がいるけれど、村民と一緒に住んでおり、そのため身分の差が少ない。それで首長は人々を十分支配することができないでいる。またその支配下の部落は互いに入り混じり合っており、うまく制御できていない。首長に対し村民はひざまずいて敬礼する作法すらない。北方の大砲軍に近い種族はまだいくらか礼儀を知っているが、遠い方の南方の種族となると、まるで州と囚人やヌヒ、奴隷の集まりのようである。馬鹿がいかに野蛮かといえば、家は縦穴で草吹きの屋根をつけ、まるで墓穴のようである。
入り口は上にあり、一家全員がその中に寝泊まりし、住居には徴用、男女による区別すらない。牛馬を常用に使うことを知らず、葬式で皆殺して、食べてしまう。馬鹿の民は毎年5月に種まきが終わると神を祀る。この時村人が総出で歌や舞を舞い酒を飲む。昼夜休みなく数十人が交互に舞い、調子を合わせてあるいは高くあるいは低く活発に踊り、その音楽の節は中国の民間舞踊である卓舞に似ている。10月収穫が終わった時にもまたこのような祭りがある。馬鹿の民は鬼神を信じており、国や村にはそれぞれ天神を祀る人が一人いて、天君と言われている。また諸国にはそれぞれ特別な部落があって、外と呼び、ここに大木を立て、鈴や太鼓をかけて鬼神を祀っている。罪を犯して逃げてきた者もここの中に入るともう引き渡されることはない。そこでこの地方の人々は好んで泥棒をする。馬鹿はこのように描かれているのであります。その馬鹿の港に停泊を繰り返しながら、魏氏の一行は南に下りつつあったのでありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は弁官と新官についてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。